フィリピンのゼストー、テッキ、焼きうどん、ガーリックチキン味、揚げ麺で液体入り粉末ソース、調味料がついています。麺は幅広の扁平断面で固めです。輪郭はくっきりしていて歯ごたえが小気味良いです。ただ量は少なくて、これ1個で満腹感を得るのは難しいです。ソースはニンニクの香りが強く出ています。塩分も旨味もかなり強く、実に派手な味付けです。一方で辛さは全然ありません。麺の量が少ないからいいですが、この味で大盛りだったら途中で飽きてしまうでしょう。具は何も入っていません。テッキというブランド名も、焼きうどんという製品名も、どことなく日本を意識したように思えますが、中身はあくまで東南アジアの味です。